こんにちは、つちのこです。さあ、もうね、とんでもない数になっております。舞台はもう71人ということで、さあ行きましょうか。じゃあアンブレイカブル、このリーダーのところ行ってみましょう。勝負だぜ。さあ勝てるかな。ゾウさんいるじゃん、ゾウさん。マジかよ。え、なんか強えのめちゃめちゃいるんだけど。やば。あ、来た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 、これ来たんじゃない？これでしょ。え、ちょ待って、難易度、難易度星4。やば。さあ、じゃあここにちょっと離れたとこに、うわうわうわ、もう来てるし、ここ。やば、これマジ強いやついっぱいいるな。よし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 。で、近くにレッドストーンとか作れるようにしたいかな。いや、どうしよう、これどういった方がいいんだろう。おお、来た。やば、強そう。ちょっと、勝負だ。受けて立つぞ。おい、あいつだ。あのヒーローをやっつけろ。来た。攻めてくるのかな。とりあえず、スロープつけて、こんな感じでスロープ立てる。で、ちょっと、レッドストーン大砲でやっぱりね、あれを撃った方がいいと思うんで、あれじゃあ分かんないね。城壁をね、壊した方が多分いいと思うんで、レッドストーン大砲で、まずはちょっとあそこ近く行って、破壊しますか。で、ここ近くのとこが城壁があるとこだから、あそこ壊しちゃって、中に入っていく形で行きましょう。じゃあ行った。おー、立ってる。立つの早いっすね。なんか燃えてる、大丈夫？古代の者たちが燃えてますが、大丈夫でしょうか。一旦、立てるかも、あそこに。横に立てますか。で、縄文突破したい。まず、城壁を、こっちかな？こっちに、ドン！よし、いけー。どう？あれ？壊れてなくない？おい、全然壊れてねえぞ。ちょっと待て、ちょっと周り壊しとくか。え、なんかどんどん死んでない？大丈夫？もう43になっちゃう。早いな、いなくなるのが。レッドストーン大砲がなんでうまく決まんなかったんだ。ここ行け、頼む、壊れてくれ。え、ちょっと壊れてなくない？全然。あ、なんか入れるのがあるじゃん。こっちかい、こっちなんかい、入り口。ちょっと、みんなおいで。なんか、みんな来てくれてないの、なんで。はいはいはい、行きましょう。壊せるかしら。なんか燃え始めちゃったけど、みんな大丈夫？みんなでやろう、みんなで。よし、撃ちるぞ。なんかヤバそうなのいっぱいあるから。
ほら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 。ちま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 、みんなでやるぞ、ゴーレムたち。みんな行こう。倒したわこいつ。ほら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 。食らっても食らっても倒れない。でも結構やられたな。死んだね。さあ次が来るまでに壊していきたい。特性突撃、これやってください皆さん。僕は周りの敵を倒すんだ。よし、ナイス。え、なんか全然いなくなってない？大丈夫？もしかしてボコボコにやられた？ここ、これかな？これだね。これをやんなきゃダメだ。これやりましょう。これがちょっと結構強いんで、でっかい槍を振らしてくるやつ。いやー、やっぱゾンビ強いわ。ゾンビ助かる。ここはね、足元が下ろすなんでね、遠距離には強いかもしれないけど、まずはここから倒す。なんか大丈夫？燃やされてない？こういうのやばいね。あー結構来てんな。よしよしよし。でさらにここ、嘘でしょ。ねえ、エラー発生やめてよマジで。さてと、なるほど、ここからスタートね。もうやっと壊したと思ったら元に戻ってる、この絶望よ。まあほんとよ。最初の者たちがやられた。あー、さすがにちょっときついかな、もうここは。逆側ですね。ちょっと、さすがに厳しいかも。残り8人になっちゃった。これ囲まれましたね。なんとか壊したいが。ここで退却ですかね、一旦退却しましょう。よし。いやー、なか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 お強いでございましたね。ちょっと中行ってみますか。押し寄せてきたぜ。おらおら、出てこーい、出てこーい。よし、アンブレイカブルの存在でこのポータルが守られている。まずは奴らのリーダーを倒さなければいけない。なるほど、アンブレイカブルを倒さなきゃいけないね。僕だけ中入ってきた。どこいる？いないじゃん。いた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 。よし、いけ、突撃突撃突撃。大丈夫？めっちゃ溶けてってる。突撃。え、ちょっと待って、いな、あ、いや、いる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 、大丈夫大丈夫。いって 86% 解決だって。すごっ、やばい、ちょっとかっこいいじゃねえか。なんだそれ、なんか押し
なんか勝手に動いてんの。ほら後ろ、後ろひっついたぜ。大丈夫、なんかこっちと戦ってない。おい君ら、君らちょっと怖い。まだまだ突撃が、まだ81しか。最初の者たちがやられた。突撃、すごい、か硬くね。マジでやられたか。50まで行きたいとこだけど、一旦僕は引いて、一旦ちょっと回復ターン行こう。おい君も行ってくれたかな。そう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 、いざいざいざ、遠距離攻撃で行こう。遠距離で僕が近距離で引きつけ、大丈夫、暑いね暑いね、大丈夫。あー燃えてる燃えてる、やばい、一気にやられたかも。スケルトンが、え、チェスト襲われました。マジだよ村占領されてた。いやーさすがにもうやばいかな。もうどんどん壊れてる。とりあえず50いけたら倒せるはずだから、次で危ない。めちゃめちゃ大変じゃねえかこれ、全然減ってくれない。さすがにちょっと効率悪いかな。最初の者たちがやられた。ああやられちゃった。オッケー、じゃあ戻りますか。で、うわやば。村やられちってる。クソ。村の助け、村も助けなきゃいけないし。なかなかちょっと大変になってますねこれね。うん、待って、運命の泉で最初の者たちを復活させ、ちょっと村を復旧させてからもう一回戻りますか。よし、助けに来たよ。よーし、もう一回行こう。51 フォーカス超敵、これか。よしよしよし、だいぶいい、だいぶいいぞ。僕ちょっと危ないって離れてる。おー、いい。おふざけんなって。ちょっと2回目はやめよう、マジで。なんでよ。やば、ちょっと待って、ゾンビ一周されたかも、一発で。おふざけ、さっきうまくいったのに。暗黒界の何者もこの怪物に抵抗できなかったけれど、あなたにならきっとできるわ。いやー、そんな仲間一瞬で溶けたで、燃やされて。
最初の者たちがやられた。ほんと一瞬で倒せそうだったね、さっき。最悪。死んでるし。ずるいよ、ほんと。さっきまで大丈夫だったのに。さあ、なんかめちゃめちゃ立っちゃってるな、これ。立ちすぎやろ、なんか。マジで。うわ、マジか、もう早っ。やられるの早くない？これだけ壊して。あ、やべ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 。よしよしよし。いけ。ねえ、なんか一気にやられてない？やられてやられて。マジか、燃やされた。ちょっと指示出すタイミング悪かったかな、これ。戻りますか。いやーきつっ。ちょっともうこっち早急に倒したい。時間が経てば経つほどなんかやばくなるんだもん。だってよしよしよし、いいぞ。壊した。一気にやろう、一気に。ちょっと待って、あれ？なんか仲間めちゃめちゃいなくない？あ、でもでも倒せる倒せる。頑張ろう。4パー4パー。残り4。残り3。倒せる倒せる。残り1。よし。やった。どうや、どんなもんじゃい。バンジャーイ。うわー、よし。おお、あ、倒すイコールポータルも倒れるんだ。素晴らしい。おっしゃ。あなたの知力と心が勝利を収めたのよ。城塞の大軍はもう脅威じゃないわ。あー、倒せたね。よかったよかった。おや、これは。よいしょ。こんなもので一体何を。こんなもので一体何を。戻すんだ。もう彼らは知ってしまったの。この戦争が火付け役になってしまった。どういうこと。知ってしまったの、戦争というものを。よし、ちょっとこれ助けに行こう。こんな速さ。大丈夫よ、守るから。うわ、なんか多くね、めちゃめちゃ。え、めちゃくちゃ多くね？あれ？なんかちょっと強くね？これ。ちょっと待って。え、ゼロパーだし。ね、一瞬でゼロパーになってね。ちょっとなんか強くね？これ。
やばい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 。なんかレベル違くねえ、なんか。ちょっとレベルが違うんだけど、あれ？なんか思ってるピグリンたちと違うんだが。なんか強くね、めちゃくちゃ。なんだよこれ、思うてたんと違うって。こんなの、この弱いやつにしてくれ。最初の者たちがやられた、やられちゃってんじゃん、ここに。あ、死ぬ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 、やばいやばいやばい、ボッコボコにやられとるが。死んだ。あれおかしいな、なんかめちゃめちゃ強いやつ倒したのにな。村を襲ってくるやつらにやられちゃった。なんか急にめちゃくちゃ強いんだけど。終わった。この村は夜にピグリンたちの襲撃を受けてめちゃくちゃにされた。むちゃくちゃにされた。噴水の再建に手を貸した方がいいだろう。僕もむちゃくちゃにされました、一緒に。いやー、やばいね。なんかアンブレイカブルはこっちはね倒せましたけど、なんか普通に全部強いね。全部強いっすね。ということで、次回この村直しつつこっち行きましょう。奉仕の大軍をやりつつ、もうちょっと所帯を大きくしてって感じかな。村を襲ってくるやつに多分右下の基地のやつはなんか走ってどっか行っちゃったもんね。だから多分村を襲ってくるとこに迎え撃つ感じで行かないといけないのかななんて思いました。ということで、なんとかね倒せたけど、まだまだちょっと課題は多いといった感じでしょうか。ということで、よかったらまた次回も見てください。それではツチノコでした。最後まで動画を見てくれてありがとう。おすすめ動画もよかったら見てね。チャンネル登録まだの人は登録もお願い。ゲーム以外の動画は実写チャンネルに投稿してるよ。遊びに来てね。